日本の文化、それを異文化にどうやって伝えていくかっていうことですよね。一つはトレーサビリティで、二つ目はテロワール、この考え方を今回の開発に込めました。職人の顔だったり手仕事の良さ、そこに物の価値、付加価値が出ているんじゃないか。メイドインジャパンの中でプロダクトは素晴らしいっていうのは、いろんな人たちがいろんなものを積み上げてきて、結果として日本製のものが認められている。日本のものが売れていくっていうのは、やっぱり暮らしに落ちていくこと。本当に多種多様な、しかもレベルの高い、技であったり、物であったり、文化だったり、ジャパンブランドとして一つのこう商品、まあ、ブランド商品群を出していけたらいいな。日本特有の手仕事、文化、そういったことを伝えていきたい。単なる物、価格っていう、そういう経済合理性ではなくって、やっぱり思いだったりとか、デザインであったり、感覚に変えるもの、まあ、信念というか、決めたことをちゃんと遂行しようっていう、変えなきゃいけないものは変えていく、まあ、そんな勇気を持って、新しい挑戦をこれからも続けていきたいと思います。3年間、全力でやったから、次は他の人が、また私たちと全く違う、もっと面白いやり方をやるのを見たい。